月刊木の山、ね、イエイエイエイ来ましたね。取ってつけたようなバリーさんが久しぶりのバリーさん登場、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このズームの形式久しぶりな気がするね。なんかね、そうそうそう、久しぶりな気がする。先月はお世話になりました。こちらこそお世話になりまして、もう夏の終わりかけですがいかがお過ごしですか。え、風邪ひいてません？風邪全然ひいてない。なんか鼻声な気がする。あ、マジ？じゃあひいとんかもしれない、うん、ねえ、気をつけて。はいそう、だから何、あ、でも言うても全く涼しくなくて今。いや、そう、昼間えぐい。今日も普通に33度とかあります、こっちも。変わらず夏やったね。朝昼、あ、じゃ朝晩だけちょっと涼しくなってきたかな、ね、めっちゃこのなんか定番天気ネタ話してるけど大丈夫これなんか初めましての人が、いや最近朝晩冷え、ね、ちょっと涼しくなってきて気持ちやすいですねぐらいの、その何、当たり障りのない会話からスタートしまくってるね、ちょっと久しぶりやからちょっと緊張して。ああ、なるほどね、緊張気味なわけね。うん、あ、ちなみにこれ、はい、あ、ありがとうございます。これ大体普通はさ着るやろ、うん、着てくるやろ。うん、あなたも。私？あなたもですよ。いや、ちょっと前の話やから。あ、洗濯物今干してます、それ。あ、そう。あ、そう。いや、なんか。いや、ありがとうございます。かわいい、似合う。いや、そうですよね。まあ、大体似合うって評判ですから、なんでも。着こなしていただいてありがとうございます。あの、マイナスプロモーションじゃなければいいですが、ぜひ、あの、まだ、あれよね、まだ売ってるの？販売してるの？もう終わった？いや、一旦今切りました。あ、そうね、うん、切るんや、あれ。でも夏やから、夏やから、うん、と、あと、なんかやりきった感が出た。 あ、そうなんやそう、自分でなんか、うん、あの発注から発送からなんから全部しよったらもうちょっと燃え尽きた。あ、なるほどね。これは私は今年はやりきったぞとそう、もう夏終わったしと思って、あのご応募いただいた皆さんもありがとうございました。そうそう、ありがとうございました。あ、なんかね、一人応募してくれて、で、うん、当たった人がおって、うん、で、それも DM じゃないや、で、その人がまた新たに私のサイトからまた買ってくれて、違う柄のやつを。あ、そうなんや。で、ミトンさんのやつで当選したので、また違う柄僕が買わせていただきますみたいな。ありがたいですね。はい、そんな、もうありがたい今回ね、お二人だけでしたけど、あの当選者に言うこと、うんうん、もうだいぶさしまってるので、はい、また、ね、ありがとうございます。グッズが販売されるときには、うん、あのうちでもねプレゼントキャンペーンしたいなと思いますが、おそらく来月には、はい、うん、ね、いいお知らせというか、そういったお話ができるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ね、楽しみですな、ね、詳細はもうちょっと、はい、来月分の時に詳細は全部お話しすると思いますけど、進んでますね。はい、ぜひあのそれもお楽しみにしていただければと思います。まあ、今回はね、その T シャツちょっとデザインでこう男性もなんて言うんだろう、男性ちょっと厳しいかなっていう方も全然俺着てるから、うんうん、レベルが着てるから、うんうん、みんな着れると思うけど本来的にはでも次出るやつはもうどなた様でも、うん、あのマジで使っていただける、はい、なるかと。老若男女、老若男女ね、まさに男女楽しみにしておいてください。楽しみにしておいてください、はいということで、はい、あの、うん、まあ、先に、まあ、しばらくこの話しなかったんで、うんうん、なんかお仕事面というか、うん、近況お仕事情報、特に出たもの、そうやな、ありましたらね。今何を、今日ちょうどさっきストーリーでも流したんですけど、あの MV、 MV、 小沢亮さんっていう、はい、うん、男性のシンガー
カソングライターの方のずるいよっていう MV に出演していて、でそれは何ヶ月前か1ヶ月前ぐらいに公開されたんですけど、で今テレビ朝日の大型ビジョンに流れてるみたいで、はい、ぜひ見ていただきたいのと、あと高田純次さんの純散歩っていう番組知ってます？知らないです。あるんですけど、私ちょっとよく見るんですけど、それのエンディングテーマ曲で、多分 MV も流れとんかなと思うんで、ぜひ、はい、見てください。なんとこの MV の、 そのサムネが丸々木野山さんのドアップですね。ね、すごいドアップですよね。すごいドアップ。だって顔の枠を、このサムネのこの枠の頭と顎切れてるぐらいのドアップです。ね。ね。ちょっと、わーと思いました。目に涙。毛穴毛穴って。様子が見られますんで。はい。テレビ朝日じゅん散歩8月9月エンディングテーマ、うん、ですね。お、はい、今月までか。ぜひチェックしてほしいです。 MV もすでに出てるので、ぜひ、まあ、はい、概要欄にも書いてますけど、チェックしてみてください。ありがとうございます。他には何かあるんですか？他には10月に YouTube で公開になるんですけど、はいはい、ショートフィルム、ショートドラマに出演します。うもう撮影は終わってて、普通の YouTube のなんかのシリーズみたいな感じ。そう、シリーズでその中の一作品に出ます。それは喋ってるってこと？あ、喋ってます。めちゃセリフありで、普通のドラマ、お芝居、久しぶりに演技しました。楽しみです。多分俺、はい、映像作品はそのなんていうドラマとか喋ってる姿、うん、作品多分見たことないか。なんか公開されてるやつってあるっけ？いや、本当に CM の一言二言ぐらいですね、最近は。うん、それぐらいのものしか見たことなかったから。うん、いや、そうそう、久しぶりに私もやって喋った。はい、なんかあんまりも専用せーんと思っとったんですけど、うん、ちょっとやってみよう。この間学生さんたちと撮影したじゃないですか、うんうん、その時になんかチャレンジしたいことみたいな学生さんと話してて、うん、でまあ再びお芝居頑張ろっかなみたいなチラッと言って、私がでも、うん、頑張らんとかと思って、まあ、言ったからにはね。そうで、オーディションして。ああ、そういうのはあれなんだ、やっぱオーディションがあってみたいな感じなんだ。そうですね、まあ、ない時もあるんですけど、うん、今回のはオーディションでです。なるほど。じゃあそれ公開、そう、私もまだ、うん、よね、うん、来月公開ね。そう、来月公開です。でそれは完成品も含めて、うん、まだ本人も多分見てないってことよね。はい、なので私もドキドキです。確かに、まあ公開されたらまたストーリーとかで紹介されるんでしょうけど、うん、うん、みんな YouTube なんで見れるんで、ぜひ見てほしいです。楽しみにしておきます。イエイ、はい、でまあこの流れでって言ったらあれですけど、まあ、夏休みね、うん、終わったんで、ちょっと夏休みの話をする、はい、まあ、夏休みこうね、今まで帰ってきてたのにプラスして、実は、ね、うん、もしまだ見てない方がいらっしゃったら見てほしいんですけど、はい、TikTok 出てたんですよね。そうなんですよ。頑張りましたね。頑張りましたね。頑張ってた。めっちゃ頑張ってた。そう、愛媛のイートって。朝日テレビですね。はい、さんの TikTok になんと出ています。ダンス部にね、参加して。そう、なんTikTok のアカウント名がイート愛媛朝日テレビ、朝日テレビ TikTok 部だ。そうで、これはそれになんと、まあ、どういうものかというと、うん、多分 TikTok 見てて
愛媛に住んでて流れてきたことない人なんかおらんと思うんやけど、俺の方ではね、うんうん、パーソナライズされるってことは、その土地ロケーションも多分加味されるはずやから、はい、うん、素性というか顔は出ずに、まあ、うんうん、姫の背中男と言われてる、はい、そのジャンパー着てとか T シャツ着て背中でイートって書いてる文字で背中だけで踊りを表現する、まあ、ティックカー、うん、まあ姫朝日の、はい、イートの人、ね、めちゃめちゃキレッキレのね、そうキレッキレのダンスをね、ダンスを背中で見せる男がいるんですよね。そうで、それがめっちゃバズってますよね。ね、もうえぐいぐらい、まあ、フォロワー自体も78万人いて、はい、でえぐいやつはもう2000万回超えとか平気であります。そう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 、えぐい。そう、そこに、うん、この TikTok になんと桐山さんも出ております。はい、あやかってまいりましたね。なんかしかもね、なんか俺もその話聞いて連絡取った時に、そんなにそもそも踊れんよっていう話をしてたはずやのに、はいはい、踊らされるという私の唯一ちょっと NG かもみたいなことがダンスなんですよって言ってたのにね。そうで、行ってみると結構な、そうね、私にとってはめちゃくちゃ SS 何度ぐらいのやつが来て、いや、そう、あの手のやつとか、そうやろ、手のやつとか言ったら、そう、あれ絶対無理やろと思いながら、わからん、本当にダンスしとる人はもう染みついとんやん多分ね、もうパターンがね。でもさ、そう、本当に無理なわけ、この仕組みが。そう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 、しかも別にそんなに詳しくレクチャーしてくれんしね、こんな感じですみたいな適当に言ってそれダンス部に教えるダンスの先輩やんと思ってね。だからなんかね、なんかお、うん、あのこういうのにしますって送られてきた時に、まあ踊らん、はい、ね、その踊らんやろうと思ってたというか、うん、俺も LINE 送った時に、うんうんうん、いやこれでまあどうせ、まあ、これは向こうが踊るだけやから桐山さん、うん、踊るわけじゃないからみたいな話をしてたけど、私はリアクションで ね、リアクション役で多いみたいな行くつもりやったんですけど、意外と、ね、行ったらできるでしょみたいなノリでね。そう、まあそう言われたらできますって言うんで、私も NG 出してたはずやのにね、ダンスでもあの人たちからしたらあれをダンスって呼んでないんかもしれない、うん、あれはもうね、そうよ、あの人たちからしたらね、もうすごいよね、あの人たちって、あの人たちってダンスできる人たちダンスできるのは本当にすごい。いや俺もだから桐山さんもダンスできんって言っとったのに、うん、全然、うん、俺が思ってるより全然踊れてたから、いやいけるやんと思って、めちゃめちゃ、俺、いやいやいや、さらに下におるから、俺はそのダンスできないレベルで言うと、なんかね、そうやっぱね、あの荒木さんとそのあの後喋ったんですけどね、あの気持ちの問題ですよね多分ねそうなんかな恥ずかしいとか、ちょっとあの、うん、ね、そういう気持ちが自分にこうストップをかけとんやなと思ったけど、ね、どうしてもやっぱ、うん、表現でもそれはさ、うん、この、うん、もうそういう仕事をしてきてる方ですやん、あなたは。いやね、これはね、あのこの間も、はい、誰と喋りよったんかな、俳優誰かと喋りよって、うん、でダンスが恥ずかしいって言って、うん、あ、ダンス踊れること喋りよったんや、でダンスするの恥ずかしいみたいな、はいはいはい、私は踊れんみたいな言っとったら、うん、いやできるってみたいな、うん、その気持ちの問題やろみたいな言われて、いやでも無理みたいな、基礎もできんしみたいな言って、でそれでいろいろ言い合いしよったら、なんか待ってみたいな、なんか私もこうやって散々言っとるけど、いきなりセリフ喋れって言ったらできんわみたいな。そう、その表現者と出役としてのなんかジャンルがちょっとずつ違うよね。そう、いくらこう人前でできるとしても、うん、やっぱ違うんやなと思って思いました俺みたいなその裏におるというか、普段その表に出ない
人間からするとさ、うんうん、自分の顔が出たクリエイティブが世間に出回ったわけ、うん、桐山さんも、うんうんうん、特にその映像だけじゃなくて紙媒体とか、まあ、広告媒体とかいろんなものでこう流れるわけやんか、うん、だそれも大概ダンスよりなんか恥ずかしいっていう感情がちょっと適切か分からんけど、いや慣れですね、慣れですか多分ね、うん、ちょっと克服できるようにまたイートさんもお邪魔しようとずうずうしく企んでおります。私これ踊れますからっつって逆にね売り込みのねいやでもいい経験でした。あんなね報道するところに入らせてもらってね、なんかめっちゃ手際も良かったですね、うん、そうそうそう、がテレビマンって感じで、うん、ね、ね、しかも普通のテレビマンなんですよね、あの方もね。そうそうそうですよね、うん、ダンスばっか踊りよんじゃないよね、普通に映像映像撮る人たちなんで、なんかそんな怒られるね、やつもしっかりしてましたね、うん、はい、いい経験でした。見てくださいみんな。ぜひ見てください。いいと。あんま見てほしくもないよな。いやでも上手に踊れてますよ皆さん。見てね。ないか見てください。でちなみにそのまあその1日は TikTok 撮ってましたけど、夏休みはですか、はい、のんびりですか。のんびりですね、もう5日ぐらい帰る予定で。帰ってたんですけど台風が来て、うん、で飛行機帰りの飛行機が欠航になって2日ぐらいおらないかんくてまだまた、うん、だからトータル1週間まるまる1週間いて、はい、でその間、まあ、海行って浮かんだり、うん、撮影でお世話になったプレスさん、あ、はい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 、お洋服屋さんに行って遊んだりしました。いいね、もうめっちゃ特にあのエピソード話すこともないぐらいのんびりしてたことってこうでそのもうね、そうそう、なんかいとことかも大集合してて、うん、めちゃめちゃ久しぶりに、でうちに何人泊まっとったやろ、9人ぐらいいました。多いね、だいぶ多いねそういう時だいたい泊まるとこ分散するはずやけどね、うん、そう、みんなギチギチで布団敷いてバラスにねうん、やっぱそれで海行ったり、あと山彦うどん、なんか行きました、行ってたよね、なんか山彦結構なんか思い出深い、だからよく行ってた、うん、ちっちゃい頃からすっごい行ってて、うん、で大好きでで、それを荒木さんにお話ししたらまさかのね、同級生なんですよね、俺の方が思い出深いからねっつって思い出深いマウント合戦そう、びっくりした、え、荒木さんの同級生が働かれてるの、親父さんがもともと多分、うん、多分俺らが生まれたぐらいに作ったんじゃないかな、だから40年ぐらい、わからん、ちょっと正確な日程わからんけど、でも35年前後やと思う、多分。そうだから俺家も結構近いから、うんうん、小学校の時からそいつん家行って、うんうん、泊まりに行った時はなんか裏で飯食わしてくれたりとか、もうそのめっちゃ羨ましいそのレベルでマジで小学校の時マジでずっと行ってたね、すごっ。荒木さんにね、この間会った時にチラッと言ったんですよね、やまびこうどんさんがインスタフォローしてくれてそれがここ数年で一番嬉しかったみたいな話したんですよね意味わからんよね、そのなんか地元の飲食店がインスタフォローしてくれたんがここ最近のハイライトです、めちゃめちゃテンション上がって、でそうこのテンションのまま荒木さんに話したらまさかの同級生のお店やったっていう。え、でも結局行ったよね。え、行きました、その飛行機飛ばんで、あのおらないかんかった2日間で行けたんですよ、
いや普通にだからお店の人には。ええ話しかけた。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいですやん、そんな木の山ですけど、誰本当に。ちょっとそれは言えるやん、インスタされてる方ってどの方ですかねとか行けるやん、そこは。いや行くまではせって言おうと思いよったんですけど、うん、ちょっと恥ずかしくなって、で、あのこっそり写真撮って、いやそれ見たタグ付けして、そう、いやって思ったわ言ってないんだな、美味しかったですって。いやそう、そしたら、まあ、あの反応を返してくださってメッセージを、わーと思って。いやそれはちょっと甘いですね。いやいや、ちょっとあのがめついやん。いやいや、がめつくないやろ、頼みの。いやいや、ぜひ。きれいまです。今度、いや今度行ったらじゃあ勇気出してみます。今度行ったら聞いてくれとったらいいな、これ。いやどうだろう、ね、荒木さん言っとってください、同級生。言っとくわ。今度行った時はぜひお話しましょうっつって、はい、はい、っていう感じですね。うん、汗かいた、嬉しくて。いやでもなかなかないよね。なんかそれこそさ、何尊敬してる、まああんまり多分おらんのかもわからんけど、尊敬してるモデルさん、うん、女優さん、人みたいなのをフォローしてもらえるとかは、うん、テンションはかもしれんけど、うんうん、ねあんまない。それが山彦うどんさんなんです。そう、そっか。でもなんか あるかな、なんかフォローてか、俺会ったら嬉しい人とかも実はあんまりおらん、うん、この、うん、でもめっちゃわかる。え、じゃあ、うん、この世の世界で誰からフォローされたら嬉しいですか？でもフォローはだってしてない人もおるやん。違う違う、待って、どういうこと？誰でもいい。だからフォローとかされてもさ、俺のね、ひねくれましんやん。違う、なんか会うで話すよ、それは。会うとして、会って、会うの話ね。上がる人ランキングにしよう、それは。いいよ。だからなんか、こういうのって大体こう有名人で、みたいな、が、あるんやけど、うんうんうん、なんかそれも実際あんまり、なんか、もちろん綺麗な人は綺麗な人として綺麗な人やん。うんうんうん。それが、なんかめっちゃ、有名な女優さんでも綺麗な人として素晴らしいって思うけど、うん、話す内容がないよね。わかる、この喋ろう、喋ろうとしてるやん、会うだけでしょ。なんでなんで、あ、いや、あ、だから会って話したいってことは、うん、その人にめっちゃ興味があるってことやから、うん、そこまでの人はそんなってこと、そうがめっちゃ少ないなと思っとって、まあでも今は完全に唯一で言ったらもう翔平大谷じゃない、うん、やっぱもうさっきも見てた、ね、生放送ちゃんと、え、見てないかった、俺はしっかりもう朝あの MLB チェックしてるから、ああ翔平大谷だけはやっぱちょっと、いやそれはね、うん、あるよね、うん、なるほどね。でも聞きたいことあの人やったらなんか、うん、確かに、どういうこと、でも、まあ、どういうなんだろう、どういう仕組みなの、そう、仕組み、体もそうやし頭の中とかどういう仕組みで動いとんみたいな、うん、親御さんにも会いたいよね、どう育てたらああなったん。いやそれはないから。それは共感できんな全然。でじゃあ誰ですか、ね、確かに、いやー私もね、まあひねくれマシンって言ってあの失礼しましたけど、私も結構そういうタイプで、うん、あんま憧れの人とかあんまというかいなくて、うん、だからね、なんか会って気づくんですよね、あのバリーさんに会った時とかさ、ミキャに会った時とか、うん、ふわーみたいな。それ？いや会いたい人か。転がってるやん。転がってるってちょっと表現悪すぎるけど、バリーさんもミキャも、うん、品質。いやいや。バリおったら。いやいやいや。あの等身大の。どこ行ってる、そんな、なんかなんとかフェアがあったら多分。
確かにね、うん、マジで思いつかん。あ、そうだね。だから俺なんかそれこそね、なんかもうスポーツで世界のトッププレイヤーぐらいしかない。あー、でもそれはそう、それは会いたいかも、うん、だハーランドとかさ、うん、どういう体なんていうそことか、あの何そういうなんかスーパースターのサッカー選手とかなんかレッドもそういうスポーツの、うんうん、すんごい人らぐらいしかなんか興味を持たんってあったら、いやでもそうや、体の多分圧とかもあるやろうからそれで圧倒されるそうな気もする、うんうんうん、なんかね生で見てみたいよね。そう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 、だからさ、え、それはめっちゃわかる。あのでもヨーロッパでさ好きなチームとか、私やったらリバプールとか見に行ったらさ一斉にさめっちゃ見れるわけやん、うん、見に行きたいね、見に行きたいね、リバプール。受益化したことやし10円ぐらいで行けるんかなイングランドってまあ1ヶ月で多分1000円ぐらい入ってくるから、うん、1000円で行けるんやったらちょっと行きたいけどな。そうやね、ちょっともうちょっと頑張りましょう。収益もうちょっと頑張ろうか、うん、いやでもリバプールとかね、だってサラだったら、うん、まあエンドはまあ出てないけど、うん、アーノルドもおるし、誰、ファンダイク、ファンダイクとかめっちゃでっかいんやろな。でっかい、えぐいね、やばいやろな。こないだね、あのサッカーのヨーロッパサッカーの雑誌買ったんですよ、うん、あの何のちゃんと覚え、人を覚えたくて、そうで、それにね、なんかおまけでサラーのめちゃくそでかいポスターついてきてあ、でもね昔あったそれ、俺も買った多分ねバスケのやつ買ってたような気がする、うん、なんかそう昔のあの学生の部屋にあるやつやんと思った、うんうんうん、いや俺も買ってたそれ相当でかくて、え、貼ってないやん今日そこに。いや貼ってないよ、なんか迷ったよ一回、本当に真剣にこれサラーを貼ろうと思ったけどさちょっとテイスト違いすぎてサラー出てきたらおもろいけどな、そこに、うん、昨日収録の時そこにサラー、サラーとバリーさん、そうやろ、そう坊主になったサラーとねめっちゃおもろいねそれでもいいよ、うん、そういう人らにはなんか会いたいっていうか、うん、あったらテンション、そうね確かに、うんうん、だからそれが仕組みが気になる。普段見てる日本人の J リーグプレーとか J リーグ見てる人たちはそっちなんだけど、うん、俺普段、うん、アメリカの野球と、うん、イングランドのサッカー見てるから、うんうん、そっちの人たちどうしてもねなるよねって感じだね、うん、でも翔平大谷はね多分みんなそうやろ、とりあえず会ってみたいランキングは上位、うん、ね、とりあえず結婚したかったしねとりあえず狙った、みんなね、みんな狙って取り合いやった狙っと狙うとかいう言葉が適切かどうか、それほどお前にチャンスもあったんか問題はあるけどね、うん、全然諦めきれんかったもんね3ヶ月ぐらい。まあでもあるからまだまだチャンスあるからないでもうやめとこう、こんなん言わんとこということで最後の方のわけわからん話になりましたけどまああの楽しかったです。夏はしっかりゆっくり休んで、うん、まあ、これからまた活躍していただくと、はい、というところと、また来月ちょっとまたお知らせがあるよっていう話ですね。うん、楽しみにしといてくださいね。まあ、またこっちでもキャン、はい、プレゼントキャンペーンとかできたらしようかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで以上。はい。月間楽しかったね。バイバイ。また来月。またね。また来月。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございます。水戸今治では今治の情報を中心にいろんなジャンルの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いします。メンバーシップもやっていますので、ご興味のある方はぜひ概要欄からご覧ください。